お疲れ様です。クロスのリュウです。夏です。よいしょはい、はい、やってまいりました。はい、移籍新体制評価会議。はい、もう最後。はい、ラスト。さあ、間に合った。ギリギリ間に合った。ギリギリのギリ。もう開幕まで1週間経ってますけども、はい、もうギリギリでね、やってしまおうというところですけども、はい、うん、はい、皆さん、このチャンネルはですね、アビスパ福岡や、J リーグの情報を発信するチャンネルになっております。はい、皆さんチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、というところで、はい、まあ、第5弾ぐらいなんですかね、はいはいはい、新体制評価会議になっております。うん、今日も何チーム？はい、今日は最後なんです。3チームです。おーしわ、今日短めで終わるね。はい。編集楽やん。はい。オッケー。じゃあ行ってみましょう。まず、じゃあ1チーム目お願いします。うん、1チーム目が、鹿島アントラーズ。おーしわ。鹿島ね。はい。去年リーグ5位、5位、5位か、うん、まあちょっと悪くはないけど、うん、まあ鹿島としてはもうちょっと上がねこう取りたかったんじゃないかなっていうところだと、ね、まあ、鹿島レベルで優勝がもうね、まあそうね、うん、ベストね、そうそうそう、うん、まあ、今年はまあその5位からステップアップして、はい、まあ、トップ3、うん、1位を狙うシーズンになると思うんで、はい、まあ、そういった補強、そういったと面でね、うん、補強を見ていきたいなと思います。はい、はい、じゃあ補強こんな感じです。ドンイン少なめの感じですね。ああ、まあでもアウトもまあそんなめちゃくちゃ多いかっていうと多いわけでもないけ、うんうん、まあ昨年 あの戦力を引き継ぎながらっていうような戦い方もね、あまりこう変えて、うん、変えるのか変えないのかわかんないですけど、うんうん、まあでも選手としては昨年を引き継いだ感じになっております。はい、そうね、はい、じゃあアウトから気になる選手見ていきたいと思います。はい、荒木亮太の、荒木亮太 FC 東京移籍、まあまあ、ユニフォーム買ったけど、ね、期限付きメンタルでね、そうね、うん、まあ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 パリがありますんで、うんうん、まあちょっと鹿島で出場機会がそうね、まだちょっと足りなかったんで、うん、まあ、FC 東京で試合に出ることで、うん、パリ五輪、うん、まあ、しっかり出たいというか、うん、活躍したいっていうのがあるんじゃないですか。うんうん、はい、あとは気になることで言うと、うん、神戸に移籍した広瀬ですね、うん、はいはい、いやまあ土主力が神戸に引き抜かれました。うん、そうね、なんかド派手な選手じゃないけどやっぱりこう常に ね、うん、そうね、こういうところにおる選手やね、ね、うん、まあ神戸この、まあ、今シーズン神戸結構、うん、まあ、どっからもメインどころをちょっとずつかいつまんでる、うん、まあ、優勝チームっぽい、ね、そうね、移籍はしてるんで、うん、まあ、その一員かなと思いますけども、ね、うん、まあ、あとアルトゥール・カイキとディエゴ・ピトゥカ の、はい、まあ、あのブラジル人コンビが、うん、まあ、対談っていうところ、ここのなんか戦力ダウンは割とこう免れないんじゃないかなと、うん、ね、まあ、うん、ピトゥカとかバケモンの発言で、まあ、そうね、まあ、なんだかんだこう外国人枠の強さみたいなところもあったね、うんうん、まあ、ここからちょっと脱却するのかなっていう感じですかね、うんうん、はい、でインの方行ってみましょう。インの方はこんな感じですね、はい、うん、まあ俺ちょっと全然事前情報ないけど、うん、チャブリッチとギリエルメがメインところなのかな、うん、そうね、もうチャブリッチはこのね、あのそれこそ水戸とのゲームの時とかも、はい、あのもうスターティング、あ、そうなんや、試合出てなんか YouTube でちょっと動画をこう見たけど、うん、やっぱりこう体格もスラッとこうしとって、迫力のある感じはあったけどね、まあ186センチあるんでね、まあ、前にドーンってやっぱおるけん、うん、なんかこう迫力のあるフォワードっていうイメージはあったけどね。でもブラジル人じゃないよね多分ね、この感じね、そう見た感じは、あ、セルビアや、ちょっとなんか鹿島のフォワードっぽくはないというか、うん、どっちかというとブラジルのイメージ強いんで、そうね、確かにいつもブラジルのイメージね、で、うん、もう一人のギレルメ選手はブラジル出身ですね。なんか日本でプレーすることが夢だった、一つの夢やったみたいな感じでは記事に書いてあったけどね。まあでも過去も結構インターナショナルとか、うん、強豪にいますんで、まあ両期待の選手ですかね。そうね、鹿島も割と外国人外さんけんね、あんまりね、うん、イメージ的にね、うん、で、まあキーパー抜けたところにゴールキーパーの梶川岩田から入りましたね、はい、いやー、いい補強、ここいい補強だよね、うん、キーパーしっかり取って、まあ、早川もいいけどね、めちゃくちゃ、ね、いや、いいけどね、うん、一応やっぱね、ちょっと薄くなってきて、 そこを埋めるっていう意味でね、うん、ですかね、はい、はい、まあというところで、ちょっとインが少なかったんでね、はい、まあ、ちょっと短尺短めなんですけど、はい、じゃあ鹿島アントラーズの評価いきたいと思います、はい、鹿島アントラーズの評価は C! C か、厳しい、厳しいね、うん、まあ俺は B かなとか思ってるけどね、いや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 、うん、ちょっとまあ俺の判断にはなるけども、うん、まあ広瀬、うん、まあキム・ミンテ、はい、オキ、中村、荒、はい、木、はい、まあ、庄司、ディエゴ・ピトゥッカ、はい、アルトゥール・カイキ、はい、
まあ、抜けた穴がちょっと大きいかなっていう。まあまあまあね。いやで、まあ、ただメインどころは割と残っておきます。そうね。うんうん。だけど、まあ、全然戦力がガツンとダウンしたわけじゃないけど、まあ、それに対してのインが、うん、戦力がドーンって上がった。これだけ見てよ。そうね。その遺跡っていうところだけ見て、差し引きだけした時に、うんうんうん、ドーンって増えた感じが正直なくて、で鹿島のさっき言った通りやっぱ上を目指すわけや、うんうん、また来年も5位ぐらい取れたら同じっていうチームではないけ、ね、やっぱトップ3とかトップを取っていく上では、うん、やっぱりもうちょっとなんか迫力は欲しかったなって、ねうん、気はする。分からん、もうギレルメとチャブリッチがもう半端なかった場合は、うん、それはもう俺ごめんなさいけど、うん、ただちょっと未確定すぎるところがちょっとあるんで、うんうん、まあ、ここかなっていう、ね、やっぱビトゥカの穴とか相当でかいと思う、ね、でかいね、うん、でも俺今日朝記事で見たけど、うん、知念がボランチしてるし、うん、そう知念と佐野海舟の2ボランチらしくて、 それがマジで楽しみ。もう中盤フィジカルモンスターやね、完全に。じゃあ次のチームお願いします。はい、次のチームは、はい、川崎フロンターレ。おいしょ。昨年、はい、2023年リーグ8位ですね、はい、天皇杯王者ですね。まあまあ悔しいけどね。まあ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 、まあ、ただ、うん、ただよ、天皇杯取ったとはいえリーグ戦8っていうのは、うん、やっぱりこうここ数年王者の川崎からすると不甲斐ないシーズン。そうね、フロンターレからして8位となるとなかなかね、うん、厳しいシーズンだね。はい、じゃあ移籍こんな感じです。ドン。ほわ、まあまあ変わりましたよ、うん、結構入れ替わったね。ね、うん、まあちょっと例年以上に変わってるイメージありますけど、うん、はい、はい、まあ、じゃあちょっと気になるところ何個かアウトお願いします。はい、アウトでいくと、まあ、ちょっと主力でいく山根選手、登里選手、はい、宮代選手、はい、シミッチ、うん、まあ、この辺がフルで結構昨年出てた選手、ね、とプラスであの山村選手、もみじ、うん、もみじ、あ、もみじね、はい、と、ダミアン、まあ、ダミアンは去年はちょっとね途中怪我やっていろいろあったとって、うん、やっぱダミアン、そうね、やっぱこの6選手が抜けたのは結構でかいな。でかいね。いやー、まあ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 本当にちょっと川崎も一時代入れ替わろうとしてるなっていう気は、うん、まあもちろんね、三笘とかもずっとあったけど、ね、ダミアンがついに出ると本当にちょっと一番いい時代の川崎が本当ぐるっと変わったなっていう感じやね、うんうん、まあ本当こう、まあ、登里とか宮代とか山根とかはなんかこう入れ替わりたいわけじゃなくてもこうちょっとこう取られてしまってみたいな ね、三笘とかあの辺もそうやけど、そんなイメージやな、入れ替わらざるを得ないみたいな、そう ね、うん、いやー本当にぐるっと変わったね、マジで結構、うん、まあ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 、ただやっぱインもねしっかり、ね、取ってるんで、ね、うん、そっち見ていきますかね、はい、まあイン改めてこんな感じですけど、ドン、はい、はい、いやー今回おもろいね、面白い、なんかちょっとね、あの新しい、ね、そうね、加入も結構あって、でやっぱりこう本当にぐるっと入れ替えようとしてるよぐらいの、うん、量取ってるしね、うん、はい、まあで早速富士ゼロックス、はい、富士ゼロックスで合ってるのかわかんないけど、うん、あったよ、スーパーカップみたいなやつよね、はい、神戸のね、はい、はい、もう早速、うん、まあターンオーバーって言い方するとあれやけど、うん、まあ主力っぽい組は温存した上で、はい、あの神戸に宇野ゼロで勝つ、いやすごいね、いやすごい、今年完成度なかなか高そうやな、いや本当、その前の ACL もねちょっとハイライトとかやって見たけど、まあ、しっかり勝ちを抑えて神戸にも勝つっていう、ね、いやすごいなと思って安定感が、そう、うん、まあ、ちょっとインド気になった選手なんですけど、やっぱりこうこの外国から入った4選手ですね、はい、もう早速点決めたファン、はい、ウェルメスケルケン、はい、選手、はい、エリソン、うん、パトリック・ベロン、はい、ゼ・ヒカルドの、はいはいはい、まあ、4選手ですよね、うんうんうん、まあ本当にここに本気度を感じますけども、うん、この4選手、うん、まあ、外国から取ってきたっていうところで、はい、うん、まあ、お金使ってますし、うん、まあ、ダミアンだったりシミッチの穴、うんうん、っていうところをしっかり埋めに来たなっていう、そうね、イメージですね、まあ、でエリソンはもう ACL も出場してましたし、ね、うん、まあ、本当にここが確実にダミアンの、はい、代わりになる部分かなと、そうね、まあ、ダミアンバリの活躍ができるかどうかっていうのが1個かなって、うん、でちょっと若手の日本人でいくと、うん、松井、はい、まあ、山本、はい、宮城、はい、ここええー、よいいね、ちょっと外に出て帰ってくるっていう、ね、松井とかはもうもともとめちゃめちゃ期待されとって、うん、まあ、昨年町田の J1 昇格に貢献して、うん、今年バック、はいはい、で山本もガンバでね、うん、まあ、めちゃくちゃいい選手なんやけど獲得して、うんうん、
で早速 ACL 出とったもんね。出とった、めちゃくちゃハマっとったし、うんうん、で宮城はもう言わずもがなですね、はいはい、まあ、もちろん川崎でも出場歴あるし、うん、長崎、はい、山形とね、うん、まあ、修行積んでまた戻ってきたんで、そう、ね、あのやっぱここ数年川崎結構その移籍続きで、うん、まあ、放出続きで、うん、ちょっとやっぱ穴が目立ったけど、ね、今年俺埋まるんじゃない、ね、また一番いい時期に戻るんじゃないかなと思う、うん、はい、じゃあ評価をしていきたいと思います、はい、川崎フロンターレの評価、はい、S はね、もう一人ぐらい欲しかったなっていう、まあ、どこのチームも言ってますけど、うん、やっぱり外国人選手はちょっとまだ不確定なんで、うん、まあまあ良さそうではあるんやけど、うん、まあ、一旦ちょっと置いとくとして、そうね、まあ、ただアウトはアウトで抜けたけど、うん、インが割と面白いんでね、面白いね、本当にもう早速カップ戦そうそう結果出してるんで、うん、まあ、ここはどっちかっていうと戦力的には上積みになったオフだったんじゃないかなと思うんで、うん、で、まあ、8位からより上トップ3目指すっていうところも、うん、まあ、現実的に見えるなっていう、そうね、気がしたんで、うん、まあ川崎に関しては A、 いや、これだけ主力入れ替わってあんだけやっぱやれてる、やっぱ川崎のね強さやね、うん、そこはね、本当にそうなんよ、うん、まあ、そんな感じですかね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後の3チーム目お願いします。はい、はい、最後は浦和レッズ、バカイアクマ、赤い悪魔ね、はい、はい、ここはちょっと遺跡があるまでに最後に持っていきます。まあそうね、はい、ちょっと許せんけど行きましょうか、はい、じゃあ浦和レッズの遺跡ですね、こんな感じです、ドン、はい、はい、まあ素晴らしい、昨年シーズンは4位で終えてまして、はい、ルヴァンカップは準優勝、はい、すいません、いただきました、ありがとうございます、はい、というところで、まあまあまあ昨シーズンの成績俺めっちゃいいなと思ってて、うん、4位につけて準優勝1本、いやすごいね、ね、マジすげえなって、いや、あのメンバーでなんでアビスパ勝てないやってぐらいやっぱいいメンバーだったね、いいメンバーだったね、面白かったけども、うん、まあ、アウトがかなり先行してる感じだけど、まあ、インの質がえぐい、ね、ちょっとこれはえぐい、ね、もちろんいい選手もめっちゃ出しとるけどね、ここでスタメン作れるの、えぐいいい選手も出しとるけど、まあ、いい選手の入ってき方もえぐいっすね、うん、はい、じゃあちょっとずついきたいと思います、まあ、ザイオンが完全に切り替わりましたね、はい、ザイオンで1月20日秋元が期限付きではありますが、まあ、行きましたね、はい、これはありがたい、でかいね、ありがたい、やっぱ決勝も秋元出てきた瞬間流れ変わったもんね、ちょっと JL サポーターからすると正直ありがたい、そうね、ですね、うん、で、まあ、シャルクも出まして、はい、で荻原も期限付きで、はい、ディナモザグレブに移籍、はいはい、でセレッソ大阪に平野、はい、名古屋にキャスパー四花、はい、町田に柴戸海、はい、神戸に岩波、岩波、あとはまあまあ本当にいっぱいいますけど、もう全部言わなくていいか、うん、まだ組んでみたい、お疲れ様でした、先生全体1000でええねん、もう今ピークぐらい始まっちゃったけど、ジェイクだったらもう、まあ、でデトー選手だけでもスタメン組めます、正直、いや、すごいいい選手ばっかりね、本当にデトー選手だけでもスタメン組めるぐらいアウトしましたし、はい、まあ、さっき言った秋元、荻原、はい、まあ、ザイオン、はい、まあ、この辺り、まあ、ユンカーもかな、うん、まあ、ユンカーは去年からもほぼ行っとったけど、まあ、本当に主力組の選手、まあ、岩波もね、また神戸に帰っていったし、そうね、本当にど主力、うん、もう J の主役級の選手だけがアウトで出ていきました、ね、はい、まあ、それ以上のインですよ、まあ、そうね、イン見ていきましょう、はい、こんな感じでした、どう、素晴らしい、うん、もう素晴らしい素晴らしい素晴らしい、すぎる、もうこっちも羅列しますと、うん、松尾、はい、復帰やね、はい、でチアゴ・サンタナ、はい、ソロバッケン、はい、ウガジン、ソロバッケンローマチすごい、いや、すごいらしいローマからトルカへっていうね、エースローマから来てますけど、半端ないで、FC 東京から渡辺龍馬、はい、名古屋から前田で、グスタフソン、スウェーデンね、はい、で、水戸から竹中復帰、はい、で、井上京都から取ります、はい、ガンバから佐藤取ります、はい、湘南から石原取りますと、もうチンピラ、即戦力だらけ、いや、マジでチンピラ復帰の選手もやっぱすごいですね、そうね、松尾と武田、うん、はいはいはい、まあ本当若手で、まあ、松尾ももう割と言ったけど、うんうん、武田とかはちゃんと修行出して、うんうん、いい時期で回収しましたけど ね、 そうね、で、まあ、気になる選手ちょっとずつ上げていきましょうかね、はい、僕が気になる選手は、はい、やっぱりチアゴ・サンタナじゃないですか、ね、清水からもう確実に活躍するっていう、うん、こういうの、だけこれはね、そう、川崎もこういうのが一個あれば S にいっとったっていう、うんうん、これって誰が見てもやるけど、そうね、もうこけ、まあ、こける可能性は
めちゃくちゃ低いもん、ね、もう1パーぐらいマジで本当にそのぐらいやけん、まあ、こういう選手を取れる裏は素晴らしい、うん、すごいね。気になる選手いますか。はい、気になる選手は石原選手。おお、はい、なんか渋いとこ聞いた。石原選手、まあ、もちろんアビスパに戻ったっていう、まあ、そうことは分かっとるよ、ね、そうね、いい選手っていうのは分かっとって、でずっとザ・湘南っていうやっぱりイメージがそこを取るあたりだね。そう、かなり強くて、石原もやっぱステップアップで浦和に行くっていうので出てほしいね、試合に。いや、すごいこと。ちょっと出れるか分からないけど、まあまあね、出てほしいね、これ。まあでも、あの、荻原とかも出たし、うん、まあ、アウトになったり、サイドバックのところはちょっとね、あの、で、まあ、岩波も出たし、うん、まあ、ディフェンスラインちょっとずつ穴あるんで、うん、まあ、出れる可能性もあるのかなっていう気がしますけど、やっぱり無理なくいい選手やね、出てほしいなっていう。すごくね、これ。すごい。だって、松尾、サンタナ、ソルバッケン、はい、渡辺、前田、うん、誰がウィングス、誰がフォワードする。そうね、渡辺いいタイミングからしたらめちゃくちゃ嫌だやけど、だって去年の F 等もほぼ渡辺やったんで、ね、本当に4ゴール3アシストとか素晴らしい、まあ、でもそれ以上の、ね、得点に絡んで貢献しとるけどね。いや、いい選手取ったね、まあ、これはずるい、ずるいね、その取り方もすごいなっていう、ね、本当に素晴らしい、うん、いきますか、はい、評価、浦和レッズの評価ですね、はい、文句なしの S、 これが S、本当このクラスで S、うん、正直やっぱり、うん、これ素晴らしい。そうね、まあその移籍の段階だけですけど、ね、そうそうそう、これがどう噛み合うのか、そう、どういう化学反応が起きるか置いといて、うん、まあ、こんだけのねやっぱビッグネームというか、うん、まあでまあ、石原とか佐藤みたいに、まあ、ちゃんとこう後ろの方もしっかりカバーしてね、うん、井上とか取ったりとかバランスが素晴らしい。いや本当に、まあ、これがねいい方に走ればいいし、まあまあ、選手がいいって絶対いいって思えないんだけど、うまいですね、今現状ではやっぱもうこれここでね、まあ、優勝を狙えるもん。いや狙える、ね、狙えるって思う、メンツだけで見るね、あとはどんなにチームとしてはそう、本当そうなんやけど、まあ、ここの時点だけでも優勝狙ったらおかしくないんで、素晴らしいですよ、ね、もうやっぱ浦和神戸とか町田とかもう本当にもうここだけ見るとやっぱエグいっていう、ね、もうまあまあでも本当に1 J リーグファンとしてはやっぱワクワクする一席を見せてくれてるなって思いますよね。素晴らしいです、ありがとうございます。はい、まあ、以上で今日は終わりになります、はい、皆さんあの長いねシーズン5ぐらいお付き合いいただき、はい、ありがとうございました。なんとかギリギリ終わりましたんでJ リーグもついに開幕で23日金曜日からもう随時始まりますんで試合がね、まあ、皆さんまた楽しんでね、はい、あの行きたいと思います、はい、スタジアムにもね行けたらもう僕たちもアウェイも行きたいと思うので皆さん、はい、お会いできることを楽しみにしております。お願いします。はい、皆さんでは J リーグ帰国しますので一緒に応援していきましょう。バイバーイ。